どうも、書道家中島白雄です。前回の動画で作った棚ね、こうやって設置してみて、まあ、紙を置いたり墨を置いたりとか、まあ、小物を置いたりとか、ちょっとした本も置いてますが、まだまだちょっとスカスカでいろんな本が置けそうな感じがしますね。教室自体は外から見るとこんな感じになってきて、だいぶ書道教室らしくなってきたなと思います。というわけで、また物を用意しました。段ボール、あ、おなじみの刃の黒いカッターナイフ、それでビニールのところを切って、テープのところも切るという、ね、こう作業がありますね。カッターナイフでテープを切ってるこの動画、まあ、書道関係なし、この世で一番意味のない開封動画ですよね。誰の興味もそそらない絵面というかね、意味がないですね。で、何買ったのかなと。あんま雑に置くな、買ったら。テープに置いて。はい。で、こうして開けて、開けて、まだ見えない、開けて、まだ見えない、テープ。開けて、はい。お、古典の本。中国宝書戦ですね。うん。せっかく教室やるんで、用意しました。うん。古本で用意しましたが、まあ、昔の表紙になってますね。うん。ちょっとボロいけど。まあ、勉強する分には困らないでしょう。で、セッティングするとこんな感じ。中国宝書戦が入って、字体辞典があって、で、ガイドもあってね。うん。こんだけでも書道の勉強するのに、そんなに困らないんじゃないかなと思います。教室していく上でね、まあ、少しやりやすい教室になってるんじゃないかなと思います。まあ、これからもね、ちょっとずつ揃っていい教室になるように頑張ります。で、見てみると、なんか蘭亭の本だけすごいボロボロなんですよね。うん。前の持ち主の方は、まあ、大岸や蘭亭の字をすごく勉強したんだなということがよくわかります。これは僕もね、まあ、見習って頑張って、あ、すごいボロボロ、あ、もう壊れちゃいそうな、ボロボロ。僕も見習って、大岸、しっかり勉強しようと思います。